平安京、平安京、平安京、平野都、または平安城は、かつて日本の首都であった都市。桓武天皇によって、長岡京からの戦都地に選ばれ、当の首都長安城に習って、計画都市として、山城国に建設された。現在の京都府京都市、京都市街であり、当時の街路をほぼそのままに主要都市として、現存している。平安京は、 現在の京都市街にあたる山城の国区のあたご両軍にまたがる地に建設され、東西4 5トル、南北5 2トルの長方形に区画された都の城であった。都の北端中央に大大理を設け、そこから市街の中心に須坂王子を通して左右に左京、右京、大理側から見ての左右になる奥という平面計画は基本的に 平城系を踏襲し、隋、唐の長安城に倣うものであるが、ラ城、都市を囲む城壁は、ラ城門の左右を除き作られなかったと考えられている。この地の剪定は中国から伝わった、陰陽道、風水に基づく、詩人相応の考え方もとに行われたという説も、ある。平安系の範囲は、現在の拡大した京都市街より小さく、北限の一城王子は、 現在の今出川通と丸田町通りの中間にある一条通り、南原の九条王子は、現在の JR 京都駅南方、東寺の南側を通る九条通、東原の東京極大路は、現在の寺町通にあたる。西原の西京国王子の推定地は、JR 佐賀の線花園駅や、阪急京都線西京国駅を南北に結んだ線である。内は、 東西南北に走る王子、工事によって40条、約120メートル四方の町に分けられていた。東西方向に並ぶ町を4列集めた者、北辺の2列は除くを、上、南北方向の列を4つ集めた者を、坊王と呼び、同じ上、坊に属する16の町にはそれぞれ番号が付けられていた。これによりそれぞれの町は、右京五条三坊14町のように呼ばれた。 これら外区は平城系では街路の中心線を基準としていたため街路の幅の違いによって宅地面積の公共差が生まれたが平安系では街路の幅を除いて形成されたため場所による宅地の公共が生まれることはなかった。道幅は工事でも四畳、約十二メートル、王子では八畳、約二十四メートル以上あった。鈴雀王子に至っては二十八畳。 約八十四メートルもの幅であったが、一方で、東京局、西京国王子は王子であっても作り当初から十メートル前後と、工事より狭い幅であった。また、堀川工事と西堀川工事では中央に、川、堀川、西堀川が流れていた。平安系には、その宮城、大大理として、平安宮が、都の北部中央に造営された。大代理には、 天皇の御所として、代理、即位礼など国家行事を挙行する八将院、長道院、大規模な共演が行われた、部落院、神事を行う中和院や仏寺に関わる、神言院、その他二冠八将の成長、F などが並び立った。その後、平安系の水日と共に、大城官庁など、大内霊城と呼ばれた四つの建物を残して、荒廃し、後に、 これらも倒壊して、ついに当時の大代理を忍ばせるものは全てなくなって、待った。ただ、新たな代理である、京都御所が建設されるとこれを、平安宮と称するなど、その名が完全に忘れ去られることはなかった。平安家は、延暦13年10月22日、西暦794年11月22日から、一節には、明治2年。 1869年まで日本の首都であったとされ、明治2年1869年に政府、大上官が東京、旧、江戸に移転して首機能を失っている。その初めは、桓武天皇の長岡京遷都まで遡る。桓武天皇は、延暦3年784年に平城京から長岡京を造営して遷都したが、これは、 天武天皇系の政権を支えてきた貴族や、寺院の勢力が集まる山和国からして、新たな天智天皇系の塔を作る意図があったと言われる。しかし、それからわずか九年後の延暦十二年、七百九十三年一月、和家清丸の建議もあり、寒武天皇は、再戦闘を宣言する。理由は、長岡京さん。場所は、長岡京の北東十キロメートル、二つの川に、 挟まれた山城の国北部のクズノ及びアタコ郡の地であった。事前にカ武天皇は現在の京都市東山区にある将軍塚から見渡し、都にふさわしいか否か確かめたと言われている。日本気略にはクズノの地は山や川が麗しく四方の国の人が集まるのに交通や水運の便が良いところだというカ武天皇の直後が残っている。 平安京の造営はまず、宮城、大大理から始められ、続いて京、市街の造営を進めたと考えられる。都の中央を貫く菅工事の一番北に、皇居と館長街を含む大大理が設けられて、その中央には大極殿が作られた。その後方の東側には、天皇の住まいである大理が設けられた。都の東西を流れる鴨川や桂川沿いには、ヨドや、 大市などの港を整備。これらの港を全国から物資を集める中継基地にして、そこから都に物資を運び込んだ。運ばれた物資は、都の中にある大きな二つの市、東市、西市に送り、人々の生活を支えた。このように食料や物資を安定供給できる仕組みを整え、人口増加に対応できるようにした。また、 長岡京で住民を苦しめた洪水への対策も、工事、都の中に、自然の川がない代わりに東西にそれぞれ、堀川、現在の堀川と、西堀川を整備し、水運の便に供するとともに生活排水路とした。そして、長岡京で認めなかったように、ここでも漢字である当時と西寺を除き、新たな仏教寺院の建立を認めなかった、このほか平安遷と以前からの寺院として、 教域内には六角堂があったとされるが、平安遷と後の総建設もある。また、広高寺はこの時に、渦政に移転されたとされ、北の上白梅町からは移転以前の同寺跡と、見られる北の廃寺跡が見つかっている。延暦13年、794年10月22日に、官武天皇は心境に遷理、翌11月8日には、山城の国を、 山城国に改名すると御事の理を下した。この国は、山が近代し、自然、おのずからに城をなす。この家事、継承継承によりで、信号を制、定むべし。よろしく、山城の国を改めて、山城国となすべし。また、白井の民、王家の友柄、幾同時に、合して、平安京と曰く、祈。この国は、山河が,が周りを取り囲み、 自然に城の形を成している。この継承にちなんで、新しい名前を付けよう。山城の国を改めて、山城国と書き表すことにしよう。また心境ができたことを喜んで集まった人々や、喜びの歌を歌う人々が、幾道音に、平安の都と呼んでいるから、この都を平安系と名付けることとする。ここに言う、王家とは、前都の翌延略十四年。 七百九十五年正月十六日に、宮中で催された縁でも歌われた十日の林言葉、新境学、平安楽度、万年春、新境学、平安が、苦痛、万年春を言うのであろう。公認元年、八百十年、幹部天皇亡き後の行為をめぐる対立で、平常条項と、その一派から、平常経緯とを戻そうという動きが起こるが、 平城上皇の弟の佐賀天皇は、平安京を残すことこそ、国の安定と考え、平城上皇らのこの動きを尻け、側近の藤原中成、クスコ兄弟を討伐し上皇を出家させた、クスコの変。そして、平安宮を、モズ宮、よろずよの宮と定める、永遠の皇居という意味。教域が広すぎたためか、規則正しく配置された情望が人家で埋まることは、 ついになく、特に、右京の南方の地では、桂川の形作る湿地帯にあたるため九世紀に入っても宅地化が進まず、律令制がほとんど形外化した十世紀には、荒廃して、本来京内では禁じられている農地へと転用されることすらあった。貴族の住む宅地は大大理に近い右京北部を除いて、左京に設けられ、藤原氏のような上流貴族の宅地が、 左京北部へ集中する一方、貧しい人々は、境内南東部に密集して住み、さらには、平安系の東源を越えて、鴨川の川べりに住み始めた。また、鴨川東岸には、寺院や別荘が建設されて、市街地がさらに東に広げられる傾向が生じた。九百八十年、天元三年には、須坂王子の南端にある、羅城門、羅正門が倒壊し、 以後再建されることはなかった。こうして、次第に、平安系の本来の範囲より東に偏った中世、近世の京都の町が形作られ、教育を示す、落中という言葉も、実質的に、左京を指して用いられた。平安時代の末期に至って、京内で、戦が頻発し、後輩が進行した。正常不安もあって、自称四年、1180年、 平野清盛は安徳天皇を報じて福原二遷と福原慶したが君下たちの反対に遭いわずか半年で京都に関とした。平安系京都は関東地方を基盤とする鎌倉幕府や江戸幕府の成立によって行政府としての機能を次第に失った。特に室町時代から戦国時代にかけての時期は王人の乱にて市街地の過半を消失し、 衰退した。その後、平安系の市街地は、状況と市模行に分かれて、小規模なものとなっていた。これが、再度一体の市街として、復興に向かうのは、安土桃山時代で、あ、織田信長の上落後のことである。豊臣秀吉は大代理の跡地である内屋に、成長である、樹落台を設けたが、関白位を、追いの秀寺に譲ると、伏見に、伏見城を建設して隠居した。 まもなく、秀次が失脚して、呪落台が破却されると、政治の中心は、京都から離れて、完全に伏見に移ることとなった。関ヶ原の戦い後、徳川家康は落中に二条城を建設したが、これは、成長としての城ではなくもっぱら儀礼的な役割を担うものであったから、このことによって、京都が、生徒に服することはなかった。江戸時代には、国政の中心地は、 江戸、商業の中心地は大阪に移ったものの、京都には江戸幕府の機関である京都諸子代が置かれて、朝廷との交渉や京都姿勢を担った。各藩も藩邸を置いて大朝廷及び各藩間の外交を行ったため、京都は独特の地位を有したが、幕府はこのことを好まず、例えば西国大名が参勤交代の際、京都に入ることを禁じた。 幕末には京での政情不安に鑑み京都守護職を新たに置き、一層支配を強めようとした。明治維新の際には、明治天皇の東京行行で留守ぬ都となり、留守官が置かれた、明治四年廃止。江戸を東京と改名する象直は下されたものの、京都に残る区らの反発が大きかったため、戦都という言葉は避けられた、東京天都、以後も、 天皇の京都行行はたびたび行われ、その際には、直視で保存された京都御所、または、仙洞御所、京都大宮御所に宿泊することが慣例となった。なお、天皇の玉座である、皇御座も、京都御所の死神殿に据え置かれている。平安京は普通おみ御みで、平安京と読むが、時に平野宮と、訓読みした。古来、 都の名はその地名を関することが一般的であり、本来ならば、クズの刑となるはずであったが、藤原の党、荒増の刑、荒増の都と称したように、ここでも、平安刑と命名された。とのと、長安に習っての命名であることは、容易に理解できるが、長岡京での騒動が原因の一つとして、再び戦とされたため、心境では悪いことが起こらず、平らかで安らかなと、 平安、訓読みは平らであってほしいという願いも込められたと考えられている。また、平安時代の漢詩文には文学上の画章として、落葉、長安と呼ぶが見られる。この落葉から後に、落中、樹落、上落などの言葉が生まれる。注意、図に描かれているもの以外にも、複数の町にまたがる邸宅などにより工事が途切れていることがある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。